ヒップデビルはアメリカの競争は、主なカチクラに2007年のブリーダーズカップマイル、フランク・イー・キルローマイルハンデキャップ、2007年と2008年のメーカーズマークマイルステークス、2009年のガルフ・ストリーム・パーク・ターフ・ハンデキャップなど、2005年11月14日、レミントン・パーク競馬場でのメイドン競争でデビューし、一着。しばらくの間はアローアンス競争。 ブラックタイプ競争、リステクト競争を中心に出走して、勝ち星を積み重ね、2006年12月の G3 競争、サービューフォートステークスで、初めて重傷を制し、4歳となった2007年初戦のフランク・イ、e、ー・キルロー・マイル・ハンデキャップも制して、GI 競争初勝利を挙げた。G2 競争メーカーズ・マーク・マイル・ステークスにも勝利して、 重賞3連勝を記録するが、続く4戦は勝てずに終わる。4戦勝てないまま臨んだ、ブリーダーズカップマイルでは、エクセレントアートに一番審査をつけて優勝した。2008年は、この年から GI に昇格したメーカー、ズマークマイルステークスを連覇し、G3 競争ポーカーハンデキャップも勝って2度目の重賞。3連勝を記録したが、続く、ウッドバインマイル5着。 ブリーダーズカップマイル2着、香港マイル9着と参戦して、未勝利に終わる。6歳となった2009年は、初戦のガルフストリームパークターフハンデキャップを制した、ものの、ドバイデューティーフリーは、グラディアトラスの10着。帰国後、ポーカーステークス4着、ホースターデイブハンデキャップ8着と2層の後戦通で、休養に入り、11月12日に引退。園も併発し、 治療を続けた結果、2010年の3月頃には、回復の兆しも見せていたが、やがて容体が悪化し、6月11日に安楽死の処置が取られた。以下の内容は、イーカブイス、レーシングポスト、香港裁判会の情報及び、記載法に基づく。ありがとうございます。